最後のマウンドに上がる藤川球児、クルーンも準備してますかね。そうですね、あブルペンにいましたよ、今藤川球児がベンチに向かって一礼しました。お、何ですか、まっすぐだというアピールでしょうかね。ちょっと今握りが見えませんでしたが、おそらくまっすぐでという、あ、まっすぐでいきます、カブレラにまっすぐでいくよというアピール、オールストレート勝負藤川球児、さあ藤川対カブレラ、わあ三塁コーチャーズボックスで清原も前のめり、まっすぐできた、153キロストレート、まずはボールから入りました。でもカブレラもね、まっすぐは強いですよ。これはものすごい、いくら速くても強いですからね。いやこれどこまで飛んでいくか分かんないですね、これはね本当に見ものですよ、はい、さあここは注目しましょう。いや清原選手がものすごい表情で見てます。初球は153キロ、うわー空振り、これも153キロ、いや何か大谷さん震えるものがありますね、まあ、そうですね、もう息を飲んでというね、そんなの表現ですね。この剛速球にカブレラもフルスイングで応えています。他でもバッターからしたら、じゃあ合わせてライトになんて、いや思わないでね、やっぱりフルスイングで勝負したいですね。あ、カブレラも表情が変わりました。ちょっと間を置きます。もう矢野はサインは一つですからね。これわかってて、分かってるのに、あのね、ホームラン狙ってますよ、狙ってて当たらないんですから、すごいですよ、このボールは。まっすぐと分かってて打てない、誰もがこの藤川を評するときに言う言葉なんですが、やっぱり伸びてくるんでしょうね、手元でね、我々は分からないですが、さあ、4球目、まっすぐ、スイングアウト、最後も153キロ。いやー、ものすごい勝負です。いやー、カブレラは悔しいと思いますよ。まっすぐと分かってて、まっすぐだよって言われたわけですからね。だって3つね、かすらなかったわけですから、3球振って全部空振り、いやー驚きました。藤川球児のこのピッチング、いやまだ表情余裕があります藤川。さあバッターボックス、今度はこちらもフルスイング、小笠原、あーこれも空振りだ、151キロ、今パリーグのバッターが4球バットを振ってまだ当たりません。本当ですよね、それもカブレラと小笠原ですよ、小笠原の障害打率2位に入っているバットコントロール、ね、ボールを捉える力は抜群の選手です、ああこれもそうだ、ちょっとかすりましたね、ちょっとハードチップになったか、152キロ、ただ前には飛びません、ツーナッシング追い込んだ、ここは遊びはないですかね。いやないですね、もうとにかく放り込むと思いますよね。勝負でしょうかね、まあ、でも藤川の表情を見てると、本当自分のストレート自信満々ですね。ですね、はい、そして楽しんでます、大きく息をついた、汗がにじむ藤川球児、3球目、あこれはもう小笠原の意地がある、今の小笠原のスイングもすごいですよ。いやすごいです、でもまあフルスイングでね、答えるあたりはね、やっぱりガッツですよね。この後の小笠原の表情、仁王立ちしてのホームベースよね、うわーというこの顔、いや当たったぜという感じもありますが、でもねバッターとするとね、気持ちのいい勝負をね、させてもらってますよ。そうですね、さあどうだ、うわっとこれは力が入った、150キロオーバーです。これも矢野がね、ツーストライク取ってからやっぱり空振り取りたいんで、ちょっと高めの投げ方ですね、ちょっと高めを要求してるんですが、なるほど、いやもうここはもうストライクゾーンど真ん中で、もう空振りさせに行かなきゃっていう感じですね、さあツーエンドワン、うわー、しかし豊さん、小笠原のスイングも見事ですね、迫力ありますよ、
ただねガッツがね、こんなね楽しそうなね表情して打席に立ってるのっていうのは、久しぶりですよ。本当です ね。ガッツと呼ばれているこの小笠原、ミスターフルスイング、決して当てるようなそんな真似はしません。その言葉通りフルスイングを続ける、ものすごい勝負が展開されています。9球連続150キロオーバーの藤川、空振り三振、152キロ。ああ今のはフルスイングにありがとうございましたという藤川。そうですね、すごいすごい最後のこのシーン。さあそして、あ出ましたね、クルーン来ますよ。クルーンですかね、最後は。最後はクルーンの160キロオーバーですか、ということは。でしょうね。いやしかし今のこの勝負は本当に見事。カブレラ、小笠原、